まず1番が地元静岡柳田和樹です。2番茨城芦沢達弘、3番福島渡辺和成、4番地元静岡岡村淳、5番茨城吉沢淳平、6番群馬佐々木優希、そして7番地元静岡望月一生。以上のファイナリスト7名で争います最終順位レースファイナル S 級決勝戦です。激闘を勝ち抜いたファイナリスト、いずれも好内容でここまで勝ち上がった7名。好勝負必至のメンバー構成の中、地元勢が3人顔を揃えた一戦。ただ人気は関東勢から、番手回り5番の吉沢純平、短期戦渡辺和成も当然実力は最上位。ここは人気の一角に押されています。最終順レースファイナル決勝のスタート、飛び出したのは1番の柳田和樹。柳田が飛び出して追った2番の芦沢達弘2番手、6番佐々木由紀3番手、後ろに5番の吉沢純平です。関東3人が現在は2番手3番手4番手を追走、短期戦3番の渡辺和成が少し位置取りを上げようという構え。これを見る格好で4番の岡村淳と7番の望月一生まだ後方に控えています。前を取ったのは1番車柳田、したがって地元コンビがやはり前に上がります。渡辺和成もどうやら切れ目を伺う感じですが、芦沢達弘がここは少し突っ張った形。2センターから4コーナー回っていきます。さあ渡辺和成がこの切れ目の位置を取れるかどうかというところ、少しここは序盤のポイントになるか。4コーナー回って周回は2周目、ここでようやく地元2人前に上がります。7番の望月一生、今シリーズ大健闘のシリーズ7番の望月一生、正攻法に構えます。当然ここは地元勢の先方、責任重大な視線であります。望月マーク1番の柳田和樹、3番手には4番の岡村淳、ここは若い2人に前を託します。地元トリオを前に出して4番手は6番の佐々木由紀、ここは足沢が突っ張った形で渡辺和成を後方にやっています。佐々木由紀が4番手、連日まくりで勝ち上がっていますが、今日は関東勢の先方、こちらもやる気十分か6番の佐々木由紀、後ろには5番の吉沢淳平。今シリーズは2日目にバンクレコードタイムを出していました好気配5番の吉沢淳平、今日はの競争。同県2番の足沢達弘は昨日の準決勝シャープな決め足を発揮しています。そして短期戦3番の渡辺和成は最高方回り、まあ、連日ラインとの呼吸がなかなか合わなかったんですが、それでも自力で動く気迫を見せていました3番車渡辺。今日は孤独の戦いになりますが、実力者の経験がここで生きるかどうか、最高峰の組み立て。体勢縦一本静かな流れ、まもなくレースは残り2周あります。今シリーズはとにかく逃げて逃げて逃げまくっています7番の望月一生。今日も果敢な先行ありそうですが、対する佐々木由紀は後ろ攻めからどう攻めるか。早くも誘導灯の車間を切った3コーナー7番の望月一生、後続を引きつける。出足には自信があります佐々木由紀、まだじっくりと構えています。駆け引きは始まっていますが、4コーナー赤番のホーム、さあここは一つ勝負どころですが、まだ後続を引きつけます望月一生。ジャンからかければこの人の射程距離になりますが、佐々木由紀もじっくり構えるか。いや、ここでいった佐々木由紀、2コーナー手前から踏み込んだ望月も合わせますが、ここは鋭い出足、佐々木由紀が前を叩いていく。さあハイペースの流れですが、佐々木が抑え切りました。望月抑え込まれて現在は2番手3番手、地元勢ちょっと封じ込まれている。これで関東勢の積極かけ、佐々木由紀が逃げる、番手吉沢純平、これでいい流れになった。望月一生も4番手から再度踏み込んでくる。さあもう一度巻き返します。望月一生しぶとく巻き返しますが、まだ3番手、ここで浮いて交代。吉沢純平がいいさばきを見せた。2コーナーからバック、さあ地元勢ちょっと連携乱れたか。今度は1番車柳田が自力で動く。渡辺和也まだ後方、先頭佐々木由紀かけている。好展開吉沢、ここで番手まくり、ただ2番手阻まれて、あ、柳田和樹が2番手、後ろは4番岡村淳。4コーナーから直線、ようやく渡辺持ち味ですが、振り切った5番車吉沢純平快勝です。2着はどうか、1番柳田か、あとは4番の岡村、外目3番の渡辺、これらは3着争い。最終順レース S 級の決勝が終了。やはり関東の前回りを託された佐々木由紀、その責任を重く感じていたか、ジャン前から駆け引きの中で一気の飛び出し、前で引き付けていた望月一生でしたが、やはり出足の切れでは佐々木由紀に分がありました。抑え込まれた望月も叩かれて4番手から再度ホームから仕掛ける動きを見せましたが、この動きがあって柳田和樹が勝負どころは射程圏、吉沢純平の番手まくりに柳田和樹が追い上げるという展開。もうワンチャンスあった柳田でしたが、最後は力で振り切りました吉沢純平。さすがに今回2日目にはバンクレコード対実戦気配も上々、吉沢純平がこの展開をものにしました。バック番手まくりから佐々木由紀の気合を借りて、最後は気合の番手まくりでした吉沢純平、振り切って快勝。しかし望月一生も気合の仕掛けがありました。この仕掛けを生かして1番の柳田和樹懸命に食い下がりまして、これがどうやら2着を確保、3着は4番の岡村か、最後は大外猛追渡辺和成一歩届きませんでした。地元コンビ2着3着、
しかし勝ったのは振り切った5番の吉沢純平。昨年9月の砦 F1 以来4ヶ月ぶりの優勝は S級16回目、通算35回目、縁起物の新春初 V を飾りました吉沢純平快勝。最終順レース S 級の決勝決定までは今しばらくお待ちください。静岡の地酒とマグロカップ S 級決勝決定。1着5番吉沢純平、2着1番柳田和樹、3着4番岡村純。お客様に第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。車番2連勝複式1号1580円。車番2連勝単式51 2410円。3連勝複式145 1100円。3連勝単式514